アイナロ県は東ティモールに13ある県の一つ、同国の南東部に位置する。797平方キロメートルに2008年の推計で62,407人が暮らす。県とは山岳地帯の小さな町、アイナロ。ポルトガル領ティモール時代から同様の組織があったが、1975年にインドネシアが占領するとトゥリスカイ地区は、 アイナロ県からマヌファヒ県に代わりにハトゥード地区はマヌファヒ県からアイナロ県に移管された。マペズマライ地区は2003年にコバリマ県に編入された。北でアイレウ県と南でマヌファヒ県と南西でコバリマ県と西でボボナロ県とそして北西ではエルメラ県とそれぞれ接する。アイナロ、ハトゥード。 ハトゥビリコ、マウビセノを4地区で構成される。アイナロ県は、水資源と、肥沃な土地があり、農業に向いている。ティモール海との海岸線も有しているが、一方で、エルメラ県との境には、国内最高峰のタタマイラウ山がそびえる。インドネシア占領時代は、この山岳地帯に、ゲリラ兵が潜んでいた。そのゲリラ兵の指導者で、 現大統領のシャナナグースマンもアイナロ県に潜伏していた。東ティモールの公用語はテトゥン語とポルトガル語だがアイナロ県の人々は加えてマレーポリネシア語派のマンバイ語も喋る。県内ではカトリック信者、プロテスタント信者、それにムスリムが並んで暮らしている。ありがとうございます。